雷合寺駅は、新潟県長岡市雷合寺にある、東日本旅客鉄道新越本線の駅である。かつては、新越本線、魚沼線、越後交通長岡線の3路線が接続する、交通の要衝であったが、現在は、新越本線のみが乗り入れている。リニューアル前、JR 新潟ビジネスが、駅業務を受託している、業務委託駅で、管理駅は長岡駅。 コンコース駅車内には、早朝夜間に閉鎖される緑の窓口、タッチパネル式自動券売機、屋内待合室、自動販売機、化粧室などがある。左が1番線、右が2番線ホーム来号寺駅は、相対式ホーム2面2線を持つ地上駅で、両ホームは、湖線橋で接続している。長岡。 新潟方面に向かう2番線ホーム上には屋内待合室がベッド設けられている。このほか1番線の長岡よりには東端式の0番線があり、国鉄時代は魚沼線の専用ホームだったが JR 発足前に廃線となった。左の一帯は長岡線の敷地なお2番線側はかつて島式ホームで3番線も設けられていた。またその北側には廃線となった。 越後交通長岡線の引っ込め線や側線があったが、現在はすべて撤去されて跡地は宅地化されている。白山近道入口駅舎横には、駅の南北を連絡する地下通路、白山近道が設けられている。当駅には、優等列車のうち、特急列車は全列車が通過するが、全席指定の快速、楽々、トレイン新越、おはよう新越をはじめ、 その他の快速列車もすべて停車している。かつては急行、米山、急行、北国も停車していたが、米山は上越新幹線の上野駅乗り入れ時のダイヤ改正まで、北国は2013年に1月の臨時運用全廃時まで停車していた。快速クビキ矢が運用されていた頃は、急行が停車する駅にもかかわらず、通過駅として設定されていた。このか。 海水浴のシーズンに運転されていた臨時快速マリンブルークジラの未号の停車駅だったが2006年より通過駅となった。南側から1番線、2番線 JR 東日本によると2020年度の1日平均乗車人員は488人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。駅前にはごく小規模な商店街が形成されており、 商店が並ぶ。2021年夏には、鉄骨2階建ての腰自転車場交流施設ここら手がオープンし、ホテルやフードコート、地元製菓メーカーの直売店、交流スペースなどが設けられた。駅前に伸びる新潟県道112号、第5号自転車場、上谷線上にバス停があり、越後交通の路線バスが運行されている。おじいあ方面は、 ウオヌマの廃止代隊の役割も兼ねる。ありがとうございます。